はい、どうも、キクホンです。今回のテーマはオリジナルな人になる。ご紹介する本はアダム・グラント、オリジナルズ、誰もが人と違うことができる時代。今回学べることはズバリ、社会を変える新しい提案や仕組み作りができるオリジナルな人にはどうしたらなれるかと、これがテーマです。オリジナリティのありなしって生まれながらに決まってんじゃないの？天才はさ、オリジナリティあるし、凡人は凡人なんだよって思いますよね。私もそう思ってました。だけどこの本を読んで考え方が180度変わりました。もうオリジナルな人は天才ではない、普通の人なのですって書かれてたんですね。おお、すごいなって思いました。もうやっぱりね、一度きりの人生、自分らしい生き方とかオリジナルな人生送りたいですよね。人が引いたねレールなんてそこ行きたくない。自分の道を歩みたい。会社で上司が言うことをなんか違うなって思いながらも、つい、あ、いいですね、なんか言っちゃう。こんな自分情けないな。いや、本当は起業したいんだけど、なかなか起業する勇気が出ない。こんな悩み、皆さんお持ちではないでしょうか。この話を最後まで聞けば、どうすればオリジナルな人になって、誰かが作ったレールから外れ、自分らしい生き方ができるかが、たった15分でわかります。それでは早速参りましょう。アダム・グラント、オリジナルズ。今回紹介する内容はこんな感じです。1、オリジナルな人とはどんな人か。2、オリジナルな人に対する誤解。3、真にオリジナルな人とは。そしてまとめとしてオリジナルな人になるコツ3つを紹介します。では、最初に、オリジナルな人とはどんな人かについて解説していきます。一言で言うと、世の中により良い変化を起こす人。今あるものをそのまま使うのではなく、より良い選択肢がないかを探し求めていく人たち。これがオリジナルな人です。まあ、例えば、職場でも、いつもね、前例踏襲で前の担当がやっていたことを、そっくりそのまま引き継いでる仕事をする人いますよね。もう何も考えないで、そっくりそのまま前の担当がやってたことを、もう本当にコピーするっていう人。これはオリジナルな人ではないです。一方で改善できる点がないかを探して自分なりにね考えてより良い仕事をしようとする人、これがオリジナリティある人です。まあ、歴史上の人物だと、例えばキング牧師は黒人差別っていう当時の世の中の仕組みに対して I have a dream って言って変えていった人ですよね。で、ガンディはインドに対するイギリスの圧政に対して立ち上がったオリジナルな人です。まあ、要するにオリジナルな人とは、多くの人が思っている、正しいとね、思っていることを否定する、まあ、少数派、マイノリティなんですよね。まあ、グリーンデーの歌でもありますけど、マイノリティなわけです。で、いろいろな批判をされることもあるけど、社会を変えていくのはまさにオリジナルな人、マイノリティですよね。はい。ということでね、こうやって、より良い選択肢がないか、探し求める人、ね、今あるものをそのまま使わない、こういう人がオリジナルな人です。じゃあ2つ目いきます。オリジナルな人に対する世間の2つの誤解。これは何かというと、2つ誤解があるんですね。誤解の1つ目。オリジナルになれるのは一部の天才やエリートである。これ違うよっていうふうにこの本では言われています。どうしてか。なぜなら、天才やエリートは既存の価値システムに従った方が楽で評価もされるので、わざわざオリジナルな人になろうとはしないって書かれてます。うん、確かにそうですよね。天才、頭のいい人っていうのは、今あるシステムを使っていかに楽して稼げるか、成功できるかっていうことを考えますよね。まあ、東大タイプというか、東大の人、官僚になる人多いですけど、まあ、官僚っていうのはね、基本的には今ある仕組みを、まあ、ね、どうやってやるか、まあ、よくどうしたら良くなるかって考える人もいますけど、既存のシステムに基本的には乗っかる人かなって思います。で、そうじゃなくて、オリジナルな人っていうのは、好奇心とか反抗心を持つ人だよっていうふうに言っています。まあね、もちろんこういう人も官僚にもいるでしょうけど、まあなかなかね、結構厳しい状況なのかななんていうふうに思ったりします。ってことで、オリジナルになれるのは一部の天才やエリート。これは違う誤解であるっていうふうに言っています。ね、普通の人がオリジナルになるんだよ。反抗心を持つ人、好奇心がある人が大切と言ってるんですね。誤解2つ目、オリジナルな人はリスクを恐れない。これね、結構よくある話ですよね。いや、オリジナルな人、起業家とかってさ、もうね、すごいよね、全然さ、もう自信家でさ、リスクとか恐れないんでしょって思いますよね。けどそうじゃない。
歴史上ですごい業績を残したオリジナリティあふれる偉人たちを見ても、彼らは決して起業家スピリットあふれるリスクテイカーとして自分から能動的に動いたわけではないんだよっていうふうに言ってます。じゃあどうしたかっていうと、自分のことを支持してくれた仲間たちに持ち上げられて行動した、まあ仕方なく行動したに過ぎず、実は発言して目立つことを恐れる人たちだったっていうふうに分析されてるんです。例えばどんな人がいるか、システィーナ礼拝堂の天井の大壁画を描いたミケランジェロ、有名ですよね。ミケランジェロはローマ法王の命令を苦痛に感じて、ねえミケランジェロさ、ちょっと天井の壁画描いてよ、君絵うまいっしょ、描いてよってローマ法王に命じられたけど、これを嫌だなっていうふうにすごい苦痛に感じて、なんと2年間逃げ回った結果、その結果しぶしぶ引き受けて大壁画を天井に描いたそうです。他にもコペルニクスさん、コペルニクスは地球が太陽を回っているっていう独自の発見、ね、コペルニクス的展開とかって言いますけど、もう大発見ですね、世紀の大発見、地動説をした人ですけど、これはその当時の常識、天動説ですね、地動説とは逆に、太陽が地球の周りを回ってるっていう天動説、これまでの常識を否定するものだったから、これをね言って笑い者になるのを恐れて、ね、その時の偉い人に、いやコペルニクスさ、これ地動説多分合ってると思うから発表しないよ、ね、絶対合ってるからもう発表しちゃいない、言うしちゃいないよっていう風にすごい促されるまで、なんとどれぐらい言わなかったと思いますか。なんと22年間です。22年間この地動説を発表しなかったのだそうですね、コペルニクス。他にもキング牧師、有名ですよね、公民権運動が始まる最初の方、キング牧師は牧師になりたてだったので、この忙しかった、だから教会の活動を優先させたいなって思って、この黒人差別反対運動のリーダーを断る気でいたそうです。だけどもうしょうがない、みんながやってやってって言うから、仕方なくキング牧師はリーダーを引き受けた。そしてI have a dream の演説ですね。で、あの演説 I have a dream も最初からこうした演説をしようって思ってたわけではなくて、ファンですね、ファンたちがキング牧師夢を語ってよっていう風に言ってくれたから、 I have a dream っていう風に始めた、だいたい20分間の演説の中でも後ろの方でようやく始めたっていう風に本書には書かれていて、そうだったんだっていう発見がありました。そしてアメリカ革命の英雄ですね、ジョージ・ワシントン初代大統領、アメリカの初代大統領はもう自分の事業を優先させするために革命活動に携わるのを、もうそれもどうしても降りたかった、もうやりたくなかったのだそうです。けどやっぱりやってやってって言われた、まあ、こんな風に超すごい歴史の偉人たちももうビビりまくりだったんですね。もうビビってたけど持ち上げられてオリジナルな行動を起こした。だからみんなが別にリスクテイカーではないんだよ、無効ミスなリスクテイカーではないんだ、普通の人なんだっていう風に本書では書かれています。これが2つ目の誤解、オリジナルの人はリスクを恐れない、これが誤解です、リスクを恐れます。3つ目いきましょう。じゃあ真のオリジナルな人っていうのはどんな人なのか、これ答えは既存のレールを外れて新しい提案や仕組み作りができる人、そしてそれは天才ではなくて普通の一般の人なんだってことです。まあ、オリジナルな人の特徴はこんな感じ。自主的に考える。好奇心が強い。周りと同調しない。反抗的。こんな人ですね。職場でもこの人オリジナリティあるな、すげえっていう人はこんな特徴持っていないでしょうか。もう周りとやっぱり同調するとどうしてもね、気を使って、周りに気を使っていい人になってしまうってありますよね。そうするとオリジナリティを発揮するのが難しくなってしまいます。もういい人っていうのはオリジナリティの敵と言っても過言ではないですね。もういい人になろうとするとね、周りのことを見ないといけないから、どうしても自分の本当に言いたいことを言うのが難しくなっちゃう。で、役職がねない平社員の時はバリバリ仕事をしてオリジナリティ発揮していた人が、まあ、課長とかね役職を持つ上の方に行けば行くほど急に平凡的な能力しか発揮しなくなるっていうケース、皆さん見たことないでしょうか。もうそうするとね、やっぱりどうしてもね、
出世していくと、その組織全体を見なくちゃいけない、上もね下も見なくちゃいけないから、やっぱりみんなにとっていい人でありたいっていうね、まあ保身というか、そういう気持ちは絶対そうなっちゃいますよね。まあしょうがないと思います。まあてことで、真のオリジナルな人っていうのは普通の人であって、反抗的、好奇心が強い、自主的に考える、こんな特徴を持つ人です。では、最後まとめとして、オリジナルな人になる3つのコツ言ってみましょう。はい、1つ目、ここをね、この3つとっても重要です。1つ目、リスクポートフォリオです。リスクポートフォリオとはリスクを分散することですね。で、ある部分ではリスクを取らないで安全策を取る、一方でここぞという場面では積極的にリスクを取りに行く戦略、これがリスクポートフォリオです。例えば起業する、ね、会社を立ち上げるにおいては、会社を辞めるって、ね、今いる働いてた会社を辞めて、よし、もう会社を辞めた、もう背水の陣だ、起業頑張るぞっていう感じで退路を断つよりも、実は本業をやりながら副業的に起業を始めた方が成功の確率が高いっていうことが調査によって明らかにされています。例えばワービーパーカーっていうメガネのネット通販で起業して大成功したアメリカの会社、ワービーパーカーっていうのがあるんですね。で、これはペンシルバニア大学、まあ、名門、頭のいいペンシルバニア大学の学生4人で立ち上げたんですけど、起業の準備をしながら、これ学生時代にちゃんとインターンシップとかね、就活をこの4人はしていたのだそうです。まあそういうふうにリスクポートフォリオ、もし起業がダメだったら、まあそのまま会社で働いちゃえばいいやって思ってたっていうことですね。また、すべてが F になるっていうテレビとかドラマで、まあ最初ね、もともとシリーズで有名な作家森博さん、すべてが F になるね、テレビドラマ化されて有名ですよね。で、この方は小説家デビューした時は38歳で、38歳の時この人は国立大学の職員さんだった。だから国家公務員でしたね。つまり国家公務員だったわけです。で、国家公務員として安定な収入を得ながら小説を書いていたね、創作活動をしていて、で、すべてが F になる当たったわけですけど、当たった後もなかなか辞めないで、48歳だからデビューして10年ですね。デビューして10年でやっと公務員辞めて小説家1本となったのだそうです、ね、こういうふうにやっぱり公務員っていう、すごいリスクなさそうな安定堅実な職場を選んで、で小説家っていう博打、自分のやりたいことをやったっていうリスクポートフォリオですね。これは起業するのもそうだし、お笑い芸人になるのも、歌手になるのも、小説家も全部何でもね、そうですよね。今結構そういう人多いですよね。お笑い芸人さんでもそういう人最近いたなって思います。またちょうど昨日見たんですけど、まなまるさんっていう YouTuber、ピアノがすごい上手い方で、クレヨンしんちゃんの声真似しながらピアノ弾くっていう方もね、結構 SNS でバズって見た方、テレビとかでも見た方いるかと思うんですけど、この方もまだ、歯科衛生士、歯医者さんの受付のバイトをしてるっていうふうにテレビで紹介されていて、まあ、それもバイトっていうふうに、ちゃんとやりながら YouTube やるっていうふうにリスクポートフォリオできてるなっていうふうに思います。はい、これが1つ目のコツ、リスクポートフォリオでした。2つ目、オリジナルな人になる2つ目のコツ、タイミングをつかむ。はい、タイミングですね。これ成功するにはタイミングはめちゃくちゃ重要、もうタイミングが全てだとこの本には書かれています。まあ、例えば会社の広報ツール、アナウンスとして YouTube 導入しよう、ちょっと YouTube で発信してこうぜっていうのを提案したとします。これがね、タイミング的にコロナの前だったら、2年ぐらい前だったら、うちはさ、別にお客さんお店に来てるからさ、やんなくていいよ YouTube なんて、ちゃんとお客さん来てるじゃん、 YouTube なんか子供が見るもんだと思うし、そんなのやんなくていいよって、こんな風に言われたかもしれません。だけどコロナになって、あとアフターコロナだとお客さん全然お店に来ませんよね。で、だから、YouTube ね、いいねいいね、インスタもやってこうよ、ちょっとさ、ちょっとやっぱ SNS 集客だよねって、こんな感じで、もう上司の言うことを全然コロナ前と後で違うじゃんみたいな感じで、ってなるって結構あったと思います。まあ、こんな風にビジネスにおいてやっぱりタイミングってめちゃくちゃ重要ですね。サンドFM聞いてる方フォローありがとうございます。ケンさんありがとうございます。はい、
よくね、ビジネス書では即断即決、即行動、これ大事って書かれてますけど、仕事やアイデアを先延ばしすることが大きな成果につながる場合もあるってこの本では指摘されているんですね。先延ばしが大きな成果につながるの？マジかって思って、これ結構先延ばしに癖がある人にはなんか嬉しい指摘だと思います。で、それはやっぱ早すぎて失敗するビジネスがあるからなんですね。で、その例として載っていたのがセグウェイです。ね、セグウェイ。あの体をちょっと重心を前の方にやるとウィーンって進むの、なんかちょっと話題になりましたよね。で、あのセグウェイは実は世界を変える乗り物としてめちゃくちゃもてはやされた。スティーブ・ジョブズとかマーク・ザッカーバーグとかもいいじゃんいいじゃんってすごい投資したのだそうです。で、なんだけれどもセグウェイあんまりバズんなかった。で、これどうしてかというと、あの交通のね、ルール、あれは乗り物なのかどうなのか、どうするんだ交通ルールはっていう交通ルールだとか世間のニーズ、車とか自転車よりもセグウェイがどうしていいのかって、そこを全然把握する前に世に出されちゃったから全然バズらなかったっていう風に、やっぱりタイミングをミスった例としてセグウェイが乗ってました。これで私が思い出したのはゾゾスーツですね。で、ゾゾスーツもあれめちゃくちゃ失敗して、ゾゾタウンさん、前澤さんは、まあ、失敗したっていう風に完全になってるわけですけど、あれももしかしたらこのコロナの後にちゃんとアプリのね、不具合とか、あのゾゾスーツの計測のね、計測のためになんか30回転ぐらいしなくちゃいけなくて、私もあれ郵送してもらったんですけど計測うまくいかなかったんですよ。っていう風に結構不具合がめちゃくちゃ発生したりして、あれが不具合出ないようにしてコロナの後だったら、もしかしたらこれうまくいったかもしれないですよね。まあたらればの話ですけど、やっぱりアパレル業界が今こうやってなかなかねお店に行けないっていう中で、家でね買えたら、これもしかしたらゾゾスーツすげえじゃんってなったかもしれません。はい、まあこんな感じですね。で、タイミングをつかむっていうので、一つあるのが、やっぱりこういう時代のタイミングもそうだし、自分の役職とか自分の人気実力をつけてからっていうタイミングも重要ですよね。組織の中でやっぱり平社員が言う一言と、ある程度ねベテラン社員が言う一言では全然重みが違うと。で、あと人気、周りから人気のある人が言う一言と、そんな人気ない人が言う一言って全然ね会社の中で重みが違ったりします。だからそういうタイミングもつかみましょうって話です。3つ目いきましょう。とにかく行動量、生み出す量を増やす。これがオリジナリティになる3つ目のコツ。行動量、生み出す量を増やす。よくね、やっぱりオリジナリティっていうと、一瞬のひらめきで生まれる。アイデアは一瞬のひらめきだっていうのがありますけど、これは誤解です。なんでか。打撃の天才、イチローさん思い出してください。イチローさんでもヒットを打てるのは3割3分3厘ぐらいなわけです。つまり10回に3回であれば、凡人の私たちがヒットを打つ、ね、何かチャレンジして成功するためにはやっぱり100回に1回くらいって思った方がいいですよね。ヒットを打つためには100回に1回、もうね 1%、 1割ぐらいだと、1割以下か、1% だと思った方がいいわけです。天才イチローでね3割 30% なわけだから、私たちはもう 1% です。オリジナリティを発揮するのはひらめきではなくて、バットを振った数であって、行動、挑戦した数なんですよね。もう100回に1回しかヒット打てないのであれば、もうガンガンバットを振って頑張るしかないって話です。まあ実際、その歴史上の巨匠であるピカソ、モーツァルト、ベートーベンとかね、もう天才って呼ばれる美術家、作曲家たちは、もう打作を含む数多くの作品を死ぬまでずっと作り続けたんですね。で、その中から評価される名作が偶然生まれてくると言われています。まあ私も箱根の彫刻の森美術館行ったことあるんですけど、そこにはですね、ピカソ館っていうのがあって、ピカソの作品見たことあるんですけど、まあ、確かにね、絵とか壺とか彫刻、版画とか、もうね、たくさんたくさん作ってるんですよ。あ、ピカソってゲルニカ絵だけじゃないんだなって、やっぱりいろんな作品めちゃくちゃ作って、その中で名作が生まれるんだなっていうのは思いました。で、ベートーベンが自分で最高傑作だと思っている作品は、実は一般受けが全然されていません。で、ベートーベンの最高傑作は運命だと、じゃ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 んですね、だと言われてますが、ベートーベン本人はそうは思ってないっ
ていうことがあります。まあ、こんな風にね、誰かに評価されるヒットが生まれるっていうのは、実はその自分がこれめちゃくちゃいいじゃん、これ最高ヒットだよって思ってた作品であることは結構稀で、周りの人が、あ、いいじゃんって思ってくれるパターンが多いから、であればどんどんもう行動量、生産量を増やしてバットを振っていく、これが重要ってことですね。まあ、YouTube とかね、ブログ、オンラインサロンとかで活躍してるインフルエンサーも、最初からこれ成功してる人って全然稀なんですよね。で、前からブログだったらアメブロとかね、もう収入にならない時代からガンガンブログ書いてたと。まあ、ミクシーとかね、まあ、私もミクシーやってたりしますけど、昔。うん。まあ、そんな感じで、ブログやる前からそういう積み上げ時代、隠れた積み上げ時代っていうのがめちゃくちゃあるわけです。YouTube で成功してる、ね、人、大成功してる人、まあ、本要約の世界だと、アバタローさん、サラタメさんとかも、きっと仕事でめちゃくちゃプレゼンとかずっと鍛えられてたんだと思います。そういう隠れたね、積み上げ時代が必ずある。で、ね、積み上げ時代に起業の失敗だとか、いろんな大きな失敗、チャレンジをしてて、その積み上げ、行動量がものすごく多いから、今、こうやって成功してるわけですね。まあ、じゃあ、行動量どうしたら増やせばいいの？行動量どうやったら増やせるの？って思いますよね。で、それについては、やっぱり失敗を恐れずに挑戦するメンタルだとか、あとは効率よく時間を使う技術、そういうスキルが不可欠だと思います。で、例えばこの聞く本の中でもジアジアンさんの拒絶される恐怖を克服するための100日計画とかっていう本とか、あと時間術大全とかね、結構いい本を紹介しているので、よかったらこれらの本もセットで見てみてください。ジアジアンさんの本はね、めちゃくちゃ面白いです。例えばクリスピークリームドーナツでダメ元で、いやちょっとさ、オリンピックのあのロゴあるじゃん、あんな風なさ、スペシャルドーナツ作ってよっていう風にお願いしたら実際に作ってくれたとかね。まあ、そうやってお願いをして、まあ自分でチャレンジをね、どんどん100日やってみるっていう本なんですけど、めちゃくちゃ面白いです。ということで今回はアダム・グラントさん、オリジナルズ、誰もが人と違うことができる時代を解説しました。いかがだったでしょうか？まとめるとこんな感じです。1、オリジナルな人とはどんな人か。オリジナルな人とは、今あるものをそのまま使うのではなくて、より良い選択肢がないかを探し求めていく人たちのことです。2つ目、オリジナルな人に対する誤解。1、オリジナルな人になれるのは一部の天才やエリートである。いや、そうではない。オリジナルな人っていうのは普通な人なんだ。誤解に、オリジナルな人はリスクを恐れない。いや、これも違う。オリジナルな人もめちゃくちゃビビリだ。リスクを恐れる。だから、誰かね、ファンが応援してくれたりして、しぶしぶしょうがないから何か行動を起こしてみて成功したっていうパターンが多いっていうの、これが2つの誤解です。じゃあ真のオリジナルな人とはどんな人なのか。3ですね。既存のレールを外れて新しい提案や仕組み作りができる普通の人なんだ。天才っていうのはオリジナル人になれない。で、まとめとしてオリジナルな人になる3つのコツ。1、リスクポートフォリオ。リスクをね、うまく分散して、堅実安定したところではちゃんとそうやってやって、ここぞっていう時ではリスクを取っていくっていうやり方ですね。まあ、バイトしながらお笑い芸人目指すとか、そんな感じです。リスクポートフォリオ。2つ目、タイミングをつかむ。タイミングをつかむのはその時代の流れっていうね、こともありますし、あとは自分の役職とか人気だとか実力、ここでやれば絶対成功するっていうタイミングをつかむのがビジネス成功の、まあ、一番のポイントです。3つ目、とにかく行動量、生み出す量を増やす。これは本当大事ですよね。やっぱりオリジナルな人になるためには、もうとにかく行動量、生み出す量を増やす。もう一郎でも3割しかヒットは打てません。10回に3回、7回は失敗してるわけです。だから僕たちは100回ね、頑張ってバットを振って1本ヒットを生み出せばそれでいいのかな、なんていうふうに思っています。ということでね、今回はオリジナルズを解説しましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあね、この本読んでやっぱりそのオリジナルな人っていうのは普通の人でね、ガンガンやっぱり行動量大事だよ、リスクポートフォリオだよ、タイミングをつかむだよっていう風にね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、めちゃくちゃ成功法でこれしかないなっていうのを改めて感じたところです。かなりおすすめな本、まあ分厚いんでね、
読むの大変じゃ大変なんですけど、なんていうか1500円ぐらい出して買う価値は全然あると思います。まあ、こんな感じでね、聞く本はいい本を分かりやすく紹介してますので、よかったら勉強好きな方、本好きな方はフォローしていただけると幸いです。また一緒に勉強していきましょう。それではまたお会いしましょう。聞く本がお届けしました。今日もありがとうございました。